ヘイヤギノミソ開けてきてと思います。今日はですね、ASA が人がだいぶ減りまくってやばいというのをみんなと共有していきたいと思います。なんと新作が出たのにもかかわらず非常に厳しい現状のアークというところです。という感じで本日もくじゃくじゃ、1つ目 ASA がやばい、2つ目なぜこんなことに、で最後にですねそれを踏まえてまとめという形でこの現状をちょっと見ていきたいと思います。でまず1つ目なんですけど、 ASA が今やばいという形なんですけど、今2023年の年末に動画を撮って出しているんですけど、まあ、結論ですね、 ASA の人口が非常に少ないと。でアーク人口も ASE と A で分散されていて、かつ ASA の人気が結構あるわけではないという形になってます。でこれどっからっていうか、どの根拠で何の根拠で言ってるかっていう話になるんだけど、まあ、基本的に俺さ1日に2本動画出してて、で情報系の動画が多いんだよね。で情報系の動画っていうのは基本的にもちろんね、なんか俺が好きだから見てくれてるっていう人ももちろんいるだろうと思うし、まあ、そういう人たちは、まあ、俺はディープキスをね1日1回してあげたいなっていうかね、まあ、本当にね熱いキスをしたいと思うんだけど毎日、はいなんですが、まあ普通に情報系の動画ってさ、基本的にその俺興味なくてもアークの情報として欲しいからさ、アークについて知りたいよねっていう人が、まあ、見に来るよねっていうことになりがちなんだよね。でまあ日に2本もね、1日2本も出してて、まあディアブロも出すことあるから、まあ1日に1本から2本必ず動画を出しているっていう状況下なので、 ASA 全体の人口の推移とか盛り上がりとかっていうのが結構如実に数字に現れるんですね、再生数に。なので比較的に、まあ、僕の動画に関しては、まあ、タイトルのなんて言うんですかね、浮き沈みっていうのが分かりやすいっていうような形になってます。でそういったところとかもちろんね、自分のチャンネル以外にもいろんなね、なんて言うんですかね、配信者とか YouTuber おりますので、皆さんですね、でその人たちの動説の数であったり動画の再生数っていうところを分析すると、まあ分かってくるわけなんですね。 YouTuber が使える動画分析ツールとかあるので、でそういったね、ある程度日頃から、まあ、YouTube をですね盛り上げるために、自分の YouTube チャンネルもね成功させるために、そういった数字とねにらめっことかしてるんだけど、まあ、結論そういうのから、まあ、ざっくり言うと、まあ、人が少ないっていうかめっちゃ急激に減ったっていう感じですね、結論。でまあ、もちろんね、新マップが出たよとか新ソフト発売したよっていうタイミングで結構盛り上がって、人がね一時的にグワッて増えて、そこからなだらかに減っていって、である程度の数字で落ち着くみたいな感じは、まあ、もちろん起きる現象ではあるんだけど、なんだけど減り方が異常っていうか落ち方がやばかったっていうところになってますね。なので正直ですね、まあ、結構現状としてはASA の人口っていうのは相当少なくなってるかなっていう風に感じます。まあ一応 ASE の後継作というかリメイクというかリマスターなので、まあ継続作品ではあるものの、一応さ新しく出た新発売のゲームソフトじゃんっていうのを考えると、明らかにまあ規模が小さいし、減り方とか減るそのタイミングとかも早かったし、で減る速度もかなり、まあやっぱりエグかったよねっていうのが、まあ実際のね、まああれなんだよね、俺的には体感なんだよね。で逆に驚いたのが、結構ポテンシャルはあるんだなっていう風に思って、まあなんならね、 ASA がですねリリースする直前の生放送とかは結構2000人とか2500人とかのみんなが見に来てくれたりして、みんなとねいろいろねああだこうだ言ったりして、なんかねみんなとわちゃわちゃできて楽しかったんだけど、そういったのもあってやっぱりみんなアークは好きで、アークに興味があるんだなっていうのはめちゃめちゃ感じたし、まあ俺も普通にアーク好きだしまあ好きだったらやってないんだけど、まあそんな感じでアークってポテンシャルはあるんだけど、そのポテンシャルをですね持ってしても、やっぱりニトラドとアーク運営の、まあ何ですかね、トロールに耐えれなかったっていうのが、まあおそらくねざっくりとした、まあASA が今やばいっていう状況になってるかなっていうところですね。で実際に何が起きたのと、なぜこんなことになってしまったのと、でまあストサバとかもさ ASA で開催されても全然おかしくなかったんですよ。
でも結局開催もされないし、で、まあ、何が起きたんかなっていうところで、まあ、なぜこんなことにっていうね、次の深掘りの項目に行きたいんだけど、まあ、いくつかポイントはあったと思うんですけど、まずその時系列的に一番古いのからいきたいと思うんだけど、基本的には2023年、この動画を出している今年のタイミングの話だと思うんだけど、まずそもそも2023年、アークにとってどんな年だったか、炎上しまくった年だったんだよね。で、まあ、はっきり言って僕は基本的に嘘つかないので、現状とかを普通にね、まあ、公式案件とか一生来ないだろうっていう覚悟のもとまあ、はっきり現状をね、共有してるんだけど、まあ、そういう状況から、話すと、マジで炎上しまくって、マジでトロールにトロールを重ねて、ガチの無能ムーブのアーク運営だった。これはまあガチまあ、今までも結構さ、無能ムーブというかトロールだったじゃん。結構クリエイティビティはクソすごくて、本当にクリエイティビティっていうか、まあ、そのアークを作ったという功績はガチ天才だと思うんだけど、ただその後のバグ修正とか、あとは広告とかプロモーションとか、なんかなんていうの、DLC とか、あとはスネイルゲームズにワイルドカードを買収させちゃうみたいなっていう経営陣の判断とか、まあいろいろね、まあ、そこら辺下手くそなのはあるんだけど、そのトロールとは比べもならんぐらいね、2023年はめちゃくちゃ大ポカをやらかしたって感じ、運営が。でそこにはニトラドとか、あとはスネイルゲームスとかっていうところで板挟みになって、そうせざる得なかったっていう、かわいそうなジェレミーとかドリーとかの現状ももちろんあるんだけど、まあただそことかに関しては内部のねあれだから、さすがにそこまではね、俺たちもなんかね、まあ、知らんよって感じだからまあ言ったことをやってくれとか、ちゃんとした製品を出してくれとかっていう感じになっちゃうので、ユーザー側からしたらね、俺らからしたらっていうところになるので、ちょっとね、現状そもそもスタートダッシュとして炎上めっちゃしたせいで、そもそも ASA に対しての目が厳しくなったというか、まあなんて言うんだろうな、結構ですね、そのまあハードルが上がったっていうのかな、炎上しすぎたことによって2023年の前半ね、それが結構影響して ASA に対しても、まあなんか今まで以上になんて言うかな、一回浮気した相手に対してなんか再構築したけどみたいな、で結局まあ、ASA になったけどなんかぐだってて、やっぱダメじゃんみたいな感じで別れて離れていくみたいな感じのノリのユーザーって多かったんじゃないのかなっていうふうに思ったりもしたんだよね。今までとはちょっとベクトルが違うトロールが2023年の炎上はすごく起きちゃったので、まあ最初はさ、アーク2の年にする2023年はっていう話だったのに、急に前々から無料でアンリアルエンジン5にASE をアップデートするって言ってたのが、それが有料版の ASA として召喚されるみたいな、で金がなくてこれやるしかないみたいな、でニトラドにも金借り始めてもうグダグダになって、でニトラド独占契約になっちゃって G ポータル追い出してみたいなっていうので、マジでコミュニティ目線から言うと、なんか悪い方悪い方の選択肢しか取ってなかった。でそれによってみんなからヘイトが溜まって、で炎上に炎上を重ねてハードルが上がってしまって、判断が厳しくなって離脱が早くなったみたいな、そんな感じなんじゃないかなっていうね、そのなんていうかな、悪い意味での土壌がそもそも ASA リリース前にできてたっていうのが、俺は結構ね痛かったかなって思ってるんだよね。いつものまあアークだからしょうがないよ、あったドリーがよみたいな、セドリックがよっていじってるような、そんな陽気なノリじゃなかったんだよね、今年の前半戦は、っていうような悪い土壌が作られたのが結構きつかったかなっていうふうには思う。まあ、ただ悪い土壌があったとしても、さっきも言った通り、そのね初めてね、その2000何百人とかが見に来てくれてすげえ嬉しかったんだけど、まあ、そんな感じでね、いろんな人がアークに ASA に興味を持って、いろいろね、コミュニティの中で発信してくれたりとかっていうのもしてくれてたから、すごい俺はね嬉しかったし期待してたんだけど、そのポテンシャルがあるにもかかわらず、まあその悪い土壌を悪い方向に使ってしまったっていう感じかな。なので次の、まあ悪いポイントとしては、 ASA の初動があまりにもひどかった。まあアーリーアクセス分かるよ、アーリーアクセスっていうのは分かるし理解できるし、アーリーアクセスのゲームソフトを買うのが初めてでは全然ない、僕もゲーマーだからね、なんだけど、その基本的なプレイができないっていうのはさすがに論外だと思うのね。
で特にあの最初の初動の頃とか、まあ、やっぱりまともにさあのプレーもできなかったりして、最終的には、まあ、俺らさライフワークの参加型のねあの生放送でやってるやつなんだけどに関しては、まあ、あの初日からニトラドでね ASA のサーバー借りたんだけど、結局セーブデータ消えたので、サーバーがあのわけわからん挙動を起こしまくった結果っていう感じになっちゃって、でまあセーブ消えたのって俺が特例かっていうか、その例外かっていうとそんなわけではなくて、あの多分結構いるんだよ普通にツイッターとかね、まあ、X かで検索してもらえれば普通に出ると思うんだけど、まあ、それでも普通に出てきちゃうぐらいの感じの母数が、まあ、そういう風に、まあ、あのセーブ消えないにしても初動のまともにサーバーが動かないとか、あとは致命的なバグが多いとか、あとはまあなんかクライオポットが出てないとか、まあ、そういったねあの変にね なんて言うんだろうな、あのわけわかんないような感じになってたりもしてたし、でそもそもなんだけど必要スペックがくっそ高いのね、くっそ高いから、まあ、俺も結局さあの年末調整に合わせて PC をね、まあ、あの最強 PC にね4090とあの Ryzen の最強 CPU に変えたっていうのもあったりするんだけど、まあ、なんですけど、まあ、結局あの準備期間が配信者もないもんで、急にくっそ高いスペックのゲーム出されてもやっぱり録画と配信とプレイっていうのを同時にやる場合って超 PC に負荷かかるのね。なのであのかなり ASA は PC にですねあの高負荷オブ高負荷みたいな感じになってて、とんでもないね、負荷になってて、今までの PC がちょっと微妙だよねっていう風な感じになって、多分ね、いろんな人が買い替えたと思う。でそういうののタイムラグで結局一番盛り上がるのって初動なのね。初動のタイミングであのぐわーってみんなが一斉にアーク配信者が一斉にバーってあの ASA を公式サーバーでもいいしローカルでもいいし何でもいいんだけど、配信ブワーってし続けてみんなでわーって盛り上げて、わーって界隈が盛り上がって楽しそう、俺もやろうかな、わーわーわーの繰り返しでこう盛り上がっていくんだと思うんだけど、その配信者たちの足を結構止められたっていうか、しかも今さ4090とかさマジないじゃん。俺も4090買うのに結構時間かかったんだよねっていう感じで、あの在庫自体もないものを頑張って見つけて、でそっから12月に PC 組んでみたいな感じだったから、なかなかね、時間かかったんだよねっていう感じで、まあ、普通に遊べなくてストレスで、まあ、あのなやこれってなって離脱した人もおるし、で、まあ、普通に最初俺らみたいな配信者が盛り上げる段階なのに、特に俺はサーバーがまともに動かなくて生放送全然できないとかはあったから、まあ、その代わり動画は毎日ちょっと出し続けはしたけど、まあ、やっぱりさなかなか難しいところがあるじゃん。そこら辺でね本当に盛り上がりがなんかあのなんて言うんだろうな、あのすごいストップかけられたっていうか、本当に運営になんか事前に言ってもらえばいいものをまあ、普通に当日発表だったから相当ねやばいね状況だったよねって、どうしようもないって感じで、まあ、初動のやっぱりバグとかまともにプレイできないサーバーも終わってる、でかつ配信者も盛り上げるっていうのが難しいみたいなっていう感じで、なかなかね結局それで、まあ、さっきも言ったけどストサバーアークとかもこんな不安定なゲームで有名配信者の時間を避けるわけないじゃんって感じになるじゃん。なので GTA とかやってると思うんだけど、まあ、なのでそんな感じでですね、結局本当は新発売したソフトなので盛り上がるはずなので、みんなねその盛り上がりのビッグウェーブに乗ろうかなっていうので、こういろんな人が入ってくると思うんだけど、それがねあんまなくてさーって途中で引いてったっていうのが結構あるので、まあ、なかなかやばいよね。で結局現状ね ASE と ASA のまあ、なんか人数視聴者数とかっていうのも、まあ、普通にねあの YouTube のページで見れると思うんだけど、生放送の、ね、ページ一覧であんま変わんないみたいな、あの変に分散してて良くないって感じですね。同じアークコミュニティなのにっていうところなので、非常にこういった形の、まあ、悪い土壌の上にダダ滑りした序盤の、まあ、ASA っていうのプラス結局一番の、まあ、にぎやかしというか太鼓持ちみたいなので、わーって配信者がやってそこで盛り上がってみたいなのがさ結構ね今風のループになると思うので、そのファーストステップが結構つまずいて、なんか配信をスタート遅れた人とか、そうなんていうの、結構コンスタントに序盤やってた人ってすごい少ないと思うし、俺一応やってたっちゃやってたんだけど、そのサーバーの都合でできなかったタイミングもあったから相当ね厳しかったっていうのが
実情になってるから、結局それで盛り下がっていったっていうのが残念ながら現実としてはある。で、まあ、3個目はねちょっと日本特有の話ではあるんだけど、3個目に関してはプレステが日本版は出てないっていうのがめちゃくちゃでかい。で、まあ、なんでねエーペックスとかモンハンとか流行ってるのかって、コンシューマー版が出てるからなんだよね。日本ってゲーム機文化がすごい強くて、プレステとかスイッチとかね、ゲーム機っていうものが結構人気なんですね、 PC より。なので PC ユーザーより圧倒的にゲーム機ユーザーの方が多いんですよ。なのでそこを考えると、一番大きいね母数の部分を見逃してしまっているというか、後回しにしまっているというか、バルダーズゲートを優先してバルダーズゲートの、まあ、後ろにしてしまったみたいな。まあ確かにバルダーズゲートは売れるかもしれないけど、日本ではちょっとねなかなか受けが悪いと思いますので、まあ、初動の売り上げはいいと思うんですけど、継続できるかっていうのはどうかと思うんですけどね。メガネクイ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 ってなってるんですけど、はい、まあそんな感じでオタックみたいな感じになるんですが、まあおそらく別動画にもしたので、まあ一応動画詳細欄にも置いておくんだけど、まあ、多分ディスクを作りたい。まあ普通にスパチュンのローカライズ担当の人が普通にツイッターで言ってたから、そんな感じで、まあ、ローカライズプラスディスクを作って売りたい。要するにディスクが工場で生成されるのを待って売り出すから時間がかかる、北米版よりっていう感じ。北米版は、まあ、ディスクも出るかもしれないんだけど、まあ、ユーザーを顧客第一というところでダウンロード版を先行で発売させてるというふうな形になってますね。なのでそこら辺でおまくにが発動して、しかもおまくにが相当でかいねダメージを負わせてしまったという感じですね。で、まあ多分これね、結局なんかマイナスな方向に俺は働くんじゃないかなというふうに思うんですよね。パッケージ買う人は買うし、でダウンロード版買う人は買うって、ある程度まあ割り切ってやんないと、その一番良くないのが忘れられたりヘイトが溜まることなんだよね。で今スパチュンが行ってることって、それが現実になってるんですよ。まあディスクを作るために送らせてるかどうかは、本当かどうかはもちろんね、スパチュンの中の人以外は分からないんだけど、いろんな状況証拠が出てきてるよねっていう形の話ではあるし、ローカライズの人も言ってるっていう感じですね。 X で自分で発信してるという、そんな流れになってますっていうところなので、結局プレイステーション版の人はターキーもウィンターワンダーランドも遊べないままずっと指をくわえて待ってるって感じで、その間もプレイステーション5版の北米版は稼働し続けているので、北米版の公式サーバーはまあ動いてるし、まあ、アジアサーバーないから、まあ、アジアサーバー以外が動いてるんだけど、まあ、別にアジアサーバーってマジですこぶる評判悪いし嫌われすぎてるから、まあ、誰がやんのって感じなんだけどなんだけど、まあ、そんな感じでいろんなものに取り残されて、要するにプレイヤーがなえる、超なえる要素が多すぎるんだよねっていうところで、まあ、そもそも2023年の序盤にクソほど炎上しましたと。でそこから ASA 実装したけど、期待値は、まあ、なんだかんで言ってやっぱりみんな期待してたんだろうなと、まあ、みんなこのゲーム好きなんだろうなと、まあ、俺もさマジテンション高かったから、出た瞬間この当日に出るの発表して、うおーみたいな、うおーってなってたからっていう感じなんですよね。まあ、なんだけど結局中身が伴ってない、アーリーアクセスっていう免罪符で、まあ、マジで沼ってるって感じで、さらに言うとニトラドが独占契約で、その独占契約してるサーバー会社がガチで品質が悪いっていう感じ、サポートもマジで終わってるっていうところになるので、ガチで良くないのが続きすぎてる。結果プレステ5っていう一番大きいね母数がいるところの獲得もままならぬ今、その獲得というところに動き出すね、プレステ5ユーザーっていう一番大きいパイを獲得しに行こうとスパチュンがする前に、アークの衛星の熱がさーって引いてるっていう感じになってるから、まあ結構ねやばいなっていう感じですね。もちろんね結構ガチユーザーとか本当にすごい好きな人は今でも待って、うおー待ってるぜっていう人ももちろんいると思うんだけど、ただその全体的な、さっきも言ったけど母数的なもの、やっぱり人がいないとさ、まあ盛り上がらないし、まあ、マルチが結構面白かったりするゲームでもあるから、そこら辺で熱がめちゃくちゃ下がってて、結局まあ衛星自体のその人口っていうか、アーク全体の人口っていうものが結構減ってるかなっていうのはやっぱり思う。そもそも ASE に関してはもう末期だったから、もう本当になんていうかな、コンテンツ寿命が尽きてたからほぼなので最初のなんか数を推移してて、そこから動きはないっていうところだったので、まあ、そこと、まあ、二分してる感じかな、 ASE はっていうところなので、選ばれた
エレメントを脳に注入されてチューチューされたノグリにね、そういったマジで選ばれた選手しか今 ASA には残ってないっていうか ASE にもっていう感じなんでね、僕らは多分ノグリに頭チューチューされてエレメントをぶち込まれてもうなんかもうすごいことになってるんだと思います。はい、汚染されてて、はい、エレメントに、はいまあ伊達にあれだよね、アベレーションのあのなんかファンタグレープの皮みたいなところに飛び込んでないよな俺らなっていう感じなので、まあそんな状況になってますっていうところが悲しいよねっていう感じですね。俺はまあ好きなゲームしかやらないっていうか、まあそう性格上好きなことしかできないので、まあ好きなゲームはやるって感じなので、アークはめっちゃ好きなんですよ、なのでずっとやってるから。なんだけどそのコミュニティが衰退していって、あのなんていうの、あのポテンシャルがあるのに衰退していく、まあ、なんかこう消えた天才みたいな感じ、サッカー選手とか野球選手とかでドラフト1位とかめっちゃ高校生試験で MVP 取ってすごいって言われたけど、なんかプロになったらなんかそうでもないみたいな、あれいたっけみたいな感じになっちゃってるのが本当に悲しいねっていうような感じではありますね。というところで最後にこれを踏まえてまとめという形でやっていきたいと思います。まあそんな感じで、あのぶっちゃけ ASA のあのなんていうんだろうな、人口というか、まあ、厳密に言うと ASA へのみんなの興味っていうのがすごく薄れてるっていう感じ、まあ、もしこれがあのボルテージがみんな上がっていればですね、まあ、まだプレイしていなくてもどういう感じなんだろうとか、どういうアップデートあったんだろうとか、どういう仕様でこれが動いてるんだろうとか、ああこういう感じの最もあるのかっていう話になるんだけど、そうね右肩下がり具合がやばいんですよそのニュース系とか解説系の内容に関してもね、そのさっきも言ったけどもちろんね、一番出始めがピークでドーンって高くて、そこから右肩下がりに下がってって一定の部分で数字が安定するっていうね、人口の推移があるんだよねっていうのはあるんですけど、まあ結構厳しいかなっていう感じで、実際に YouTube のその YouTube ってさ、今やってる生放送のユーザーのさ、あの多い順にガーッとコンテンツが並ぶじゃん、まあなんかわかんないけどモンハンとかさ、いろいろあるじゃん、 Apex とかっていうのが出てくるじゃん、っていうのの中でも見てもらうとユーザー数がかなり、まあ、あの ASE と変わんなかったり少なかったりするから、そういった面でねちょっとね厳しい部分がまああるのかなっていうのはまあ否めないよねっていう形で、ちょっとねこういった形で現状ですね、アークコミュニティの流れとしては、まあもちろん海外の人たちも結構ねなんか萎えてる人多いと思うんだよね。でまあなんでこれを言えるのかっていうと、コミュニティクランチっていう週に1回ね運営が出すニュースページがあるんだよね、公式の。そこへのコメント数バチクソ減ってるのでまあそこら辺もね結構ね海外でも正直まあ少なくなってるかなっていう感じかな。あの燃えすらしないみたいな感じ。うわーこれコメント欄結構荒れるやろな、今回のコミュニティクランチの掲示板というかその下のコメント欄はみたいなっていう風に思ってみたけど、なんかあれコメント数が少ないっていう風になってるっていう感じなんで、結構今ねアークは逆境に立たされてるし、金もない、そしてニトラドとスネイルの言いなりっていう感じなんでね、マジで結構積んでるから、どうにかマイクロソフトさんとかわかんないけど、もう任天堂さんでもソニーさんでも何でもいいので、ちょっとワイルドカードをご購入いただけませんかねどうにかなんか買収していただいて正常化していただければ、とんでもないポテンシャルがある、すごく面白くていいゲームだと思うので、ぜひですねこのポテンシャルにかけていただくということはできないでしょうか、可能でしょうか、なんかどうにかお願いできないでしょうか本当にねもうスネイルのとこにいたらダメだと思うし、スネイルって中国の会社なんだけど、中国の会社ってエンタメ規制されまくってるから、一応まあスネイルゲームズ USA なんで、まあ、中国法人じゃないから、一応中国の法律は適用されないってないけど、まあ、ただ多分スネイルゲームズ USA の関連会社でスネイルの中国本社があると思うので、まあ、そこら辺でどういう影響が出てくるかっていうのは心配だったりもするので、まあ、一応ね国が違うからあれなんだけど、まあ、ただ中国人は中国人であるっていうことであれば、まあ、その法律でね中国人は中国政府がなんていうの有利になるような感じでやれって言ったらやらざるを得ないから、なのでそういう法律があるからね中国に、なのでまあどうなるか分からんけど、とりあえずちょっとリスクが高くなってるし、金もないし、まあ、なんかスネイルは金食い虫だしチーターだし公式サーバーでね、なのでもう本当にねやばいんすよ、マジで家庭環境悪すぎじゃねみたいな感じになってるので、本当にラッパーのゾーンさんの子供の頃の家庭環境みたいな感じで、まあ、本当にですねびっくりしました。家庭の事情っていう曲があるんですけど、本当にそれを表現しているのかなと思ってます。はい、多分だからドリーはゾーンのファンなのかもしれんなので K
結論、ワイルドカードは新小岩に引っ越せば OK ということでね、今日は結論ゾーンイコールドリーイコール新小岩ということで、まあ、新小岩に、ワイルドカードが引っ越していただいて日本の企業になっていただければいいんじゃないかなという形で、今日はね、まあ、ゾーンさんだということが分かってきたので、今の、ね、家庭の事情がね、はいワイルドカードのね、皆さんね、ぜひ感想とかコメントとかね、今年こうだったとか期待してたとか結果こうだったよねとか今待ってるんだよねとかいろいろあればね、コメントいただければ嬉しいです。まあ日本コミュニティそんなアメリカほど大きくないんですけど、みんなでね楽しくやっていければ嬉しいなって感じです。俺はね普通にアーク好きだよ、普通に好きだからずっとやってるって感じ。さすがにね好きじゃなかったらスターフィールドとかなんか思ったの違ったって感じだったんでちょっとやめちゃったんだけどっていう感じで、まあ好きなことはずっとやってるから、まあアークは普通に好きで楽しくやってるから、まあぜひね、まあアークはなんかねポテンシャルガチあるから、しかももっとクロスプラットフォームになってるし、マジアンリアルエンジン5になって、見てこの綺麗な世界、こんな世界でさエクスティンクションとかさ、あとはさジェネシス2とかやれたらマジ楽しそうじゃないって思ったりするわけなんですよ。なのでそんな感じでね頑張ってほしいなって思うっていう感じなんで、俺はねもうドリーとセドリックを頑張れ頑張れって後ろから言うことしかできないんだけど、まあ本当にぜひ頑張ってほしいなっていう感じですね。マジいいゲームだからね、本当に運営がちょっとトロールしてるだけだからという感じでね、こんな年末になっちゃったんですけど、皆さんのご意見感想を聞かせていただければって感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。で、ケータリーゲームではこんな感じ、 ASE の頃からアークの動画結構出してますので、ぜひ皆さんですね今後もどんどんアークの動画出していきますので、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらにですね生放送もですね結構やってまして、 ASE の頃から自分でサーバー借りて、今だとニトラドで非公式サーバー借りてですね参加型の企画をやってまして、ライフワークっていうね 20-30 人の参加型の参加でいるんですけど、まあ大体実稼働で10から20人ぐらいが常にいて、でその人数で結構ね筋肉で攻略とかテイムとかやってるんで、ぜひ皆さんですね9時から夜9時から金曜日&土曜日にやってますんで見に来てください。であとはね年末のちょうどね動画なんで年末のお知らせなんだけど、年末ね特番やります、生放送の。去年もやったんだけど2023年の年末は31で、次年越して1月1日とこの2日間にかけて朝昼晩の生放送をですね3枠ずつ2日間やりますので、ぜひ皆さんね見ていただければ幸いですという感じで、まあ、今日はこんな感じにしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。